ははいこんにちは田中雅です私ですねフリーランスで構成作家リサーチャーライター翻訳をやらせていただいてるんですけれどもこのチャンネルでは私が日々目にしたニュースであるとか日常の出来事などから思ったことを語っていくという趣旨のチャンネルになってるんですけれども今回取り上げたい話題があのよく言われる誠実って何かっていうことについて私なりに考えていました。 あのーまあ、よく「付き合うなら誠実な男がいい」とか「僕は誠実です誠実な男です」とか言ったりとかまあ仕事する上でも、あのー、誠実な態度でってなんかよく誠実って言葉どんなところでも使われると思うんですけれどもまあいまいちこれってでも考えた時になんだかよくわからないよなって思う時があると思うんですよ。であればなんか、えー「自分は誠実な男なのに」 え振り向いてもらえなかったであるとかなんかそういった悲しいエピソードとかよくネット上でもリアルでも見聞きするんですけれどもあのまあ誠実って何かって僕なりに考えた結果最近ちょっと気づいた部分ではあるんですけれども詰まるところ相手の需要を満たすことなんじゃないかなと思いました。 まあこれについてまあちょっとあの今回の動画も抽象的な話になっちゃうのかもしれないですけれども説明しようかなと思ってるんですけれどもまあ仕事の場合一番誠実なのってクライアントが求めてきたことに対してアウトプットを出してクライアントが求めているものを満たすもしくは求めていた以上の成果を出す。 要するにつまり結果を出すっていうことが一番仕事の上では誠実な態度なんじゃないかなと思うんですよ、まあ、あのもちろんその結果を出す上で相手とどういうコミュニケーションを取ったであるとか、まあ、その過程、まあ、傲慢な態度を取ってないかとか、まあ、優しく接してないかとか そういった部分っていうのもすごく問われるとは思うしそれもすごい大事なんですけども,もしかしたら結果を出すことと同じぐらいその過程って大事だと思うんですけれどもまあただだからといってそれが100%できたからといってまあ僕の所属してるあのテレビ業界で例えればまあ提出したネタが全然もうニッチもタッチもいかないとだけどすごいいい人だけどあの提案したネタが全然ダメだとか。 いいつもそういう状態だとまあ人がいいからあの会議に呼ばれている作家さんってすごい実はたくさんいるんですけれどもまあその人でもあの何かしらのメリット結果ってもたらしてるんですよ。まあ例えばすごく人脈が豊富だったりであるとか「ああのこのタレントさんなら僕はキャスティングできますので」ってそれってある意味 え、結果の一部だと思うんで、あの、提案しているネタがそんなに良くなかったとしても。まあ、その人はだから結果を出しているということにはなってくると思うんですね。ただ、その。まあ、あまりにもそういった、えー、まあ、メリットっていうものをもたらさない、えー、直接的なメリットをもたらさないようだと。まあ。いくら誠実それはなんか誠実だとして、あの、すごいいい人だったとしても。誠実な。 人間例えばこれ例えばプライベートの話で先ほどちょっと恋愛的な話をさせていただいたんですがまあこの年齢でちょっと語るっていうのはえこの40歳との年齢でその恋愛的な部分を語るというのはすごく気恥ずかしい部分はあるんですけれどもあのーまあ自分はえー浮気もしないし不倫もしないしえーすごく真面目なのにえなんで、えー この女性は、えーまあ、男性でもいいんですけどもこの男性はこんな浮気症でなんか全然、えー、ダメ人間ダメ男ダメ女の方に行ってしまうんだろうみたいな、えー、ことってあると思うんですけどもこれって詰まるところなぜその男性女性がその一般的に言えばこれちょっとその人まずいんじゃないかなっていうようなところに行ってしまうかっていうとその男性女性女が 相手の需要をまあそのまあ正直な話をさせていただけますとその、まあ、例えば浮気とか不倫とかしまくってたとしてもしまくってたとしてもその男性女性から見てその男性女性がその人にとってその人の需要を満たしていれば あの例えばその真面目な人がアタックしてきたからといって我,我こそは誠実ですって人がアタックしてきたからといってあのそのダメ男ダメ女あ一般的に見てちょっとよろしくないんじゃないかっていう男性女性の方を誠実でであるとか優ししいって思ってて思まうんですねそれはあの相手が望むものまあなんで例えばまああの僕自身もそういう格好とかするの好きじゃないんですけれども。 あの例えばあ,の、まあなたに好きな人がいたとして、まあ、その人が結構派手好きですとか、えー、まあ結構みんな得で遊んでるような女性だったとしますとでその人に「僕は誠実ですえ浮気しません不倫しません仕事を真面目にやります」って言っても響かないと思うんですね、えー、まあ人にもよると思うんですけれどもそういう人を求めているみんなの女性だったら全然いいんですけれどもあのー ただ、その人が求めている、そういう人がどういう男性と一緒にいるかっていう部分を見て、まあ、例えばその人がロゴドンブラハイブランのロゴ丼を着てる男性と一緒にいたりとか、なんかいかにもなちょっと遊びにチックな男性と一緒にいるんだとしたら、その人、女性にとってはその人が自分にとって自分にとって誠実であるとか、優し満たす求めているものを満たしてくれる人なんで、あのまあ、いや、 こんな格好絶対俺できねえわって思ったとしてもそういうふうに振る舞ってみるっていうのが大事なんじゃないかなと思っていますえ、それがその人にとって求められている誠実であり優しさなんじゃないかなと思う多分だからこの女性とかがよく優しい人が好きって言うじゃないですか多分この優しさってそういうことなんじゃないかなと思うんです自分にとって自分の需要を満たす優しさをくれるから優しく見える 自分にとって需要を満たさない優しさであったらあの例えば我こそは優しいとか我こそはいろんな人に接してま残土さを絶える態度に接してますし万人に優しいです論人にも優しい女えええ子どにも優しいですっていうのを見せたとしても響かないっていう <laughs> ある意味すごいバグだと思うんですけどもそういったことが起きてくるんじゃないかなと思います。だからもももしあの仕事ででそうなんですけども あのもし元相手がクライアントが求めているものクライアントが求めているものえ男性女性がえ相手の男性女性もしくは友達でもいいんですけれども求めているものをえ満たすように演じるっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思うんですよ。なんかもうカメレオンのようにまあ僕そんな自分で言いながらこんな偏見じゃないテクニックって持ってないしもちろんその自分と会う人となるべく。 あの仕事上でも、えー、プライベートでも接するようにはしちゃってるんですけどももしその、えー、自分が、えー、憧れの人,人がいたりとか憧れの仕事があったりしてる,してるんだとしたら、まあ、その人のがどんな人がどんな人を求めているのかっていう需要を分析した上で、えー、その人にとって、えー、その人の需要を満たす態度その人の要求を満たす振る舞いっていうのをやっていくとあこの人は 誠実ですねとかこの人は優しいって思われるっていう仕組みになってるんじゃないかなと私思います。だからその一概にそのまあ これすっごい難しい話をさせていただいたんでた僕も僕は無理私は無理みたいに思ってしまうかもしれないんですけれどもまあ究極のところあの相手の需要を満たす、えー、達人になることができるのであればそれでき,たとで,きたとできたのであればまああのー、例えば、えー、あなたに、えー、好きな人が、えー、めちゃくちゃ、えー、なんか有名人のライバルあなたの好きな人が例えば 有名人がつながりにいたりとか金持ちがつながりにいたりとかしてライバルがたくさんいますとただ、あのー、だから自分も稼ごうとかだから自分も有名になろうって一概にそれが正解じゃないかもしれないんですよ、あのー、つまりその相手がもうお金とか、えー、知名度とか求めてるんだったら叶わないかもしれないですけどもその相手があ完全にその需要を満たせる、えー、その 相手のと100%需要を満たすことができれば、例えばライバルがどんな強い人であれ、どんな美人であれ、どんなイケメンであれ、どんな金持ちであれ、もしくはあなたに多分惚れてくれるみたいなことが起こると思うんですね。なので、そのいった意味でその、まあ、仕事でも、えーまあ、あ分かりやすいから話したんですけど、恋愛でもあの他のことでもいいんですけれどもあの、相手のことを考えて、 相手のことを考えて相手を楽しませる喜ばせる需要を満たすっていうのを誠実だと思ってるのであの変にその僕は誠実ですとかそれは独りよがりの誠実だと思うんですよあの自分が思う誠実ってと相手の思う誠実って違うと思うんであのなんでその相手から見た誠実っていう視点を身につけると何て言うかもっとあの悲しい出来事がなくなったりとかなんかもっと 人生が円滑にうまくいくんじゃないかなと私は思っています。ご、えー、視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。